2018年春、2周年を迎えたクラブシールズに鳴り響くチャイムの音。はい、クラブシールズ、はい、2周年ということで、2周年記念 DVD、 お、本日なんとシールズ2周年企画、お、バカホスト結成ラフレクエスト、イエーイ、やらせていただきます。ただね、もうちょっとこの教室のね、ちょっと用意させてもらったんで、本日担任の、ケンブリッジ大学卒業、千住徹です。副担任の、富山商業高等学校卒業、城関城です。今日みんなね、内緒なんですよ。内緒なんすか。みんな今日は運動会だと思って。マジっすか。ラジオ体操まして準備してます。ちなみに誰が一番若かったんですか。僕ですか。僕の予想は、僕は予想です。ソウシかな。あはははは、ソウシは太陽の様じゃないかな。あれですね、ソウシかランマの方が、ソウシが中であってほしい。あ、しい。あ、もう期待を込めた。どうしたか。はい、何するんですか。ちょっとこっちで何するんですか。ちょっと、わーとかないですよね。マジですか。わーとかないですよね。一番乗りでやってきたのはクラス1のお調子者、暁宗志君。運動会の撮影だと思い込み、準備体操もバッチリこなして用意してきたのに、そこにはなぜか教室が。さすが予想通りのリアクション。え、マジで、うわ、マジでこんな感じなんだ。あ、テレビのやつや。今年何歳？3歳。え、ちょっと、うわ、こんな感じなんすか。いや、ちょっとマジで、うわ、こんな、え、運動会って言ってたんすよね。え、みんなどんな顔するんだ。続いて投稿してきたのは、セーラー服姿が似合う勇者たかひろくん。何も知らないながらも、どんどん教室に向かって進み、不穏な空気を感じ取ったその先には、次に騙されて投稿してきたのは天海エイト君。あ、なるほど。おはようございます。おはよう。おはよう。おはようございます。学校の本当だよ。どこにでもいそうなヤンキー姿で投稿。あげろ、もっとそのまま。そのまま走ろ。やってきました、いそうでいないギャル風のヒューガミナト君。めっちゃ来れるんだけど、どっち行ったらいいですか。次に投稿してきたのは、意外にも学ラン姿がよく似合っている春樹くん。これだろ、ヤンキーよ、おい。ちょっと座らせてどういうか思ってる。何もないよ。ボタンもヤンキーだよ、お前は。何しに、僕、新しく転校してないんで。もう、こっちもめっちゃ女子より可愛いかもしれない白崎浩くんの投稿。何やら嫌な空気を感じ取り、怪しんでいる様子。恐る恐る教室に入ったその先には、アンさん、おはよう。おはよう。
ついて。もうお前。そうです。お男子。男子なさい。ね。ちょっとダンスセットで襟直してね。チューすんなよ、学校やじゃん。それはね、お前パンツ見せてもね、ちょっとアピールしてね。そうだよ、その絵、ほとんど見えてねえんだよ。カメラ意識してるよ。難しい。続いてやってきたのは、運動会へ向けてやる気満々の姿で登場してくれた早乙女蘭真くん。残念ですが、今日は運動会じゃなくて学力テストなんです。みんなの声です。ちょっと待って、これあれやん。あれやんこれ。あ、これ出てるんだ。次に投稿してきたのは4代目直人くん。何やら気づいているのか、緊張気味で教室に向かう直人くん。そこには全員寝たふりをした光景が。お前がっかりだよ。お前がっかりだよ。なんて言ってきとった。何してきた？何しに来た？周年企画。そう。何をするつもりできたの？君はその格好で。スポーツです。え？嘘。全然違うですね。全然違うじゃないですか。なんでノースリーブなんですよ。ちょっと乳首ついてる。すみません。乳首ですね。すみません。ごめんなさい。やってきました。ピカチュウくん。スタッフが案内しているにもかかわらず、何もない部屋に入ろうとするユウくん。バカの匂いがプンプン溢れ出す彼が本日の本命なのか。何してるの？はい、急にそうだったの。ていうか、お前受け入れるまでの姿勢が早すぎるわ。俺は本当に驚いたよ。予想通りだよ。はい。お前、もうほんまこういう言い方しちゃ悪いけど、順番的にお前そこ消化だよ。絶対に20代に見えない源氏くんの投稿。一丁ら姿で気合を見せるも不安げな様子。恐る恐る教室に入ってみると、3回見とこない。お父さんじゃん。今日3回じゃない。先生思ったよりツッコミどころありすぎて。どうしよう、どこからツッコめるか分からない。席はお前こっちだ。あ、そっちだ。こっちか。続いては、アニア・ソラトくん。ワイや、ワイが、桃太郎や。すえ、鬼はどこから。すいません、失礼します。あ、これ、靴脱いでいくんですか。靴脱いでいくんですか。はい、わかりました。ワイが、討伐したる。ここか、鬼は。俺らやないかい。こっちか、鬼。ごめんね。どうや、鬼。ここか、鬼がおるのは。言ったろか、鬼退治。鬼退治をやる気満々の桃太郎の登場。これ以上のバカが来るとは思っていなかったその時。おはようございます。お願いします。
どこですか？ここですか？え、マジで怖いわ。え、絶対運動会じゃないじゃないですか。え、何ですかこれ。シールズ周年企画はホストたちが学力テストに挑戦。ずっとバカホストと呼ばれるのは一体誰だ。意地とプライドをかけた中学生レベルの小テスト、解けないと恥ずかしいぞ。一番バカなホストは誰だ。クラブシールズ学力テスト。
じゃんけんさんは大学中退です。お大学中退2年間行きました。学歴で言うと結構上位上位上位今日はもうかなり自信が、そうですね、アベレージでは全員に多分立てています。アベレージはいはいはい、得意なのは得意科目は、まあ、英語も得意ですね。英語モータロー、モータローピースおめえマジでピースだろありがとうはい、じゃあ、まあ、みんな聞いたってことで鳥だろ。もう任せて言うチャレンジで。お、さあ、高卒のね、2年間学級委員の先輩なんで。おお。あれ、メトレで何年やってるメトレ？初期。初期。俺、みんななんか俺のこと生徒会長、生徒会長言うけど、ほんま初期だけよ。今のね。はい、じゃあね、早速ですやってもらうんですけど、国語、英語、社会、この3つをね。俺、そのせいじゃん。この3つは、まず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 、制限時間20分で、ただ、本当に中学生のレベルの問題なんです。すぐ分かる。国語、英語、社会。社会余裕だ。全部伏せて配ってくれ。いよいよシールズバカホストナンバーワンを決める戦いの時。見ないでね、これ見ないでね、まだ見ないでね。で、はい、これ空欄絶対なしな。はい、テスト3枚ないでしょ。大丈夫だよ、みんな大丈夫だよ、確認して。はい、大丈夫です。はい、行くよ。はい、スタート。シールズ2周年にふさわしい一番のバカホストを決めるチャイムが鳴り響く中、早くも焦り始める生徒たち。真剣な眼差しでペンが止まらない中、早くも KO されそうな生徒が。もう帰りたくてたまらない生徒もいる中、入念にテストを見直している4代目直人が印象的。あ、もうバズから言うんだけど、一番最下位バカはファンファンに、シリーズ学力テスト最下位バカホストの役職名のところにつけるので、ファンファン通過です。はい、残り3分です。拷問を受けているような時間も残りわずか。20分とはいえ、テストの辛さは皆さんもわかるはず。久しぶりに握る鉛筆はホストたちをタイムマシンのように青春時代へと引き戻していた。2年間に及ぶシールズの歴史が教室へ12人のバカホストを呼び寄せた。はい、残り1分です。諦めているのか、それとも余裕なのか。中学校レベルだよ、全部中学校レベルだよ。知らせたい。5 4 3 2 1。はい、終了です。はい、終了。はい、終了。はい、今から採点していきます。そしていよいよ答え合わせ。どんなホストでもその結果によって今後の仕事に影響が出るシールズ学力テスト。採点結果はシールズ2周年にふさわしいバカ回答ばかり。みんなボケるしかないでしょ。あまりにも異次元の回答に呆れを通り越した千住先生は、この子はやばい子だね。続きは後半で。一番バカなホストは誰だ。クラブシールズ学力テスト。ようやく採点も終了し、ナンバーワンバカホスト候補の答案が生徒たちの目の前に。しかし宗志くんの姿が見当たらず、そこにしんちゃん。誰現地みたいな暁馬尾と申します。つーか、てかさ、
本物のクレーターで本物のネギネギネギ絶対取れないやつジーナは俺のだ違うじゃん教室にあふれる笑顔と笑い声これこそが学力テストの過酷さそして2周年を迎えるこの教室で己の力を全て出し切ったことを物語っていた、はい、じゃあ成績発表をしていきますはい、自信あるでしょはい絶対、俺はこそ1位だよまずは国語から2周年にふさわしいバカ回答を極限までいじりまくろう今日、犠牲しながら国語はまずじゃあ、兄や、空だおい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 お
ったけど忘れた。それではシールズ2周年を盛り上げるバカ回答に改めて感謝して英語をいじっちゃうぞ。英語知人やると英語はない、まあ、英語はないです。そう、もともと帰国子女なんで。どこ、まあ、お出身の。スマ隣の4代目なお山田だね。これアルファベットで書いてるからね。お映しちゃったんですけど。映しちゃったんですけど。あ、クッキートライス、思い出チョトライスね、なんか時間ですね。トライスはそうね、マジだよ。トライスですよ、プリーズ欲しいから。なるほど、リュウキ君から。あ、おーやばい、すごい、初期リュウキ、頼むぜ、初期いや、ないからね。ノーライティング、ウォーター、飲
あ水ですね。冬って書いてある。ウィンターウィンターだよ。ウィンターだよ。急に急に4月正月5月5月病わからんに近づけたクリスマス。うわ誰がいなかけたじゃあ、白崎行こう。お、現役一番有効だね。一番の一番現役すごいですね。8番フェイユアピーチサクセス。あ、それマジわかんないですか。そう、戦術違います。回答がわからない場合は千住先生の名字を書けば三角ではあるが点数がもらえてしまうとんでもない学力テストだった。正解は、あ、よ、はい。お、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 ふたに、ふたに、ふたに、新海と新海、大体ふたにはいじられるんでしょうか。これ見て、大体さあさあ最後は誰でもできて当たり前な社会をいじっていじっていじくり倒そう。続いて社会、お、はい、お、お。自衛と、はい、はい、社会はあんまり自信ないんだよ。じゃあね、もう一回ね、じゃあ、これ白崎効果のいきましょう。行きましょう。これちょっとカメラに寄ってもらわなきゃちょっとわかんないですけど。地図記号。あら、あら、あら。港、消防署、なんか。これ、写しいいやつ、これ。モザイクやつだよ。自分の名前を書いていると点数を上げていた担任の千住先生。今回は三角じゃないんですね。カルキ君。お。慶応義塾を創立した人物は。これ有名ですね。慶応さん誰よ。第6問、徳川綱吉が発令した動物の殺生禁止令を殺すのはダメ。それの殺すのはダメ。ただね、こう、デート君はね点数こそあれなんですけど、最後獅童竜樹 Twitter で2735人をフォローし1729人のフォロワーに主に食レポをツイートしている次の写真の人物と名前と特技を答えなさいですね。ちなみにこの回答なんですけど、うちの大田松谷の回答。気になる。ピンクちゃんが。王さん勝負。なんとスターダムグループのオーナーも密かにテストを受けていたのだ。大体そう。困りちマックの一気に。こんなこと言っちゃうのに、ほんまこいつアホ。ねえ、源氏くん。おお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 はい、朝鮮半島支配のために勃発した戦いはポケットの中の戦術変わりすぎる。いちいち変わりくる。やばいよ。ちょっとなんか女の子は、ね、最近ちょっと人気ででかいわいって言われたかもしれない。そんな感じがやばい。女の子も言われてね。さあ、いよいよシールズ2周年学力テストの順位を発表。トップ争いも最下位争いも
これから聞かされる順位でこれまでのホスト人生が当たり前じゃなくなる、そんな瞬間なのだ。俺一番の教師。いや、国語が多分ほんまに高いと思う。ゴリラが東大で怖い。まず、いいの発表です。残響が合計200点。おお。2位。一番いい。1位には一歩及ばなかったものの、2位まで詰め寄ったのは驚異的。ゴリラだ。ありがとうございます。ゴリラの、ゴリラ界の大学って、人間界で通用すること分かっちゃいました。2位、ありがとう。次は同点で3位の2名を発表。同率3位だね。点数。170点。おお。4回目になる。おーい、イタチユウ君。おーい、拍手。おーい、お母さんから高校の教師で、よかったです。あんマジの落ち込みやろ。いちいとなんかったんですけど、家庭教師募集中です。ここまで。かまぼこって。かまぼこは、かまぼこ。続きまして、お5位の発表です。150点ですね。僕からあと5答えで、5位、白崎光。終始ボケてばかりいたような白崎光だが、基礎問題で得点を取り5位に滑り込み。やった、やっぱ俺より下は俺らだな。続きまして6位の発表。6位、これは普通ですよね。真ん中でね。真ん中で。三強合計145点。おお。なんと6位だ。6位。超嬉しい。福田さんより絶対的です。お。新回答が多かったように見えたお父さんは6位。さあどんどん発表していきましょう。7位、ちょっと下かな、ぐらいにした。まあ、なんかギリスタッフですね。ギリスタッフですね。何点ですか？117点。おー、若い。若い。聞き覚えがある。いいな。7位、117点。僕らと思ってないで。いや、もうここは押さえてみたいかな。もう名前出た。頼む、ランマン。英語は残念だったものの、国語でなんとかカバー。大会候補だったが見事に挽回。逆に俺よりバカなやつも死んで。いや、ヤンキーぶっとるけどあれ真面目よ。じゃあ続きまして、8位の発表。113点。おー、安い。7位のランマ4点差で負けてますね。8位、大山翔吾。3教科すべてが平均点以上だった指導隆起は8位。続いて第9位は、9位、12人中9位。そろそろやばいよ。そろそろやばい。12人中9位よ。なんとここで来ました。100点切りました。どうだどうだ。合計80点。バカだよ。バカだよ。バカだよ。やばい。赤月宗氏。
15年前よ。それで俺以下やべえやつらおるで。じゃあ10位の発表です。イエーイ、勇者太平。そんなことない。ラブシールズ、お、ね、2周年リーダー、はい、お、ちょっとあの順位について、すぐまでいったんやろ、素敵ですね、謝れでした。11位、ケツから4名の発表。お、11位の発表です。もう不明よ。じゃあ11位は、はい、エドル。ちなみに本日出席しないですよ、店長のルール。はい、合計。先ほど合計。はい。46点。やばっ、まだやっちゃおう。ちゃんとちょう。そして次はいよいよ1位の発表。最下位はナンバーワンバカホストになるわけだが、まずは2周年の記念すべきこの日に、最下位は桃太郎なのか、それとも萌え袖女子なのか、頂点に立つのは。1位は227点。おお、最下位は40点。で、その3名な。すげえ、やばいな。第1位、ええ桃太郎、そうだ。合計点を227点に持ってくるのは圧巻の一言。鬼覚悟しておれ、滑ってくれ。そして次はいよいよ最下位の発表。逆に気持ちいいですね、ここまでアホだと。超久しぶりのテストに不安でいっぱいだったが、蓋を開けてみると最下位。もうネバックしかでいいやん。本日のテストはどうでしたか、皆さん。いや、現在可愛くなってますからね。いや、なしあの面でポケットだよ、テストはダメ。ドラえもんに言ってほしい、言ってほしい。学力テスト、はい、バカホスト決定戦、はい、バカホストは、みなと、そして1位は桃太郎トロトでした。ざま、頭の中は驚くほど空っぽだった。バカホストばかりだけど、シールズはこれからも盛り上がるホストクラブを目指して頑張ります。